中央ですね、今にも崩れそうな4階建てのビルそのまま残っています。どうしてあそこは進められていないんでしょうか。昨日小室キャスターが取材したこの場所は、最大震度7を観測した能登半島地震で大規模な火災が発生し甚大な被害を受けた石川県輪島市です。先ほどの中継場所から徒歩5分ほどのところにあります有名な観光地朝市通りに来ています。あちら奥、地震発生後にこの場所を取材していた小室キャスター、上がっているような状態です。およそ半年が経過した昨日、同じ場所で見たのは地震直後と変わらない風景が残る現実でした。死者299人、家屋の被害およそ12万5000棟と甚大な被害をもたらした能登半島地震。昨日小室キャスターは震度7を観測した輪島市に向かいました。でも当時は本当に対向車とすれ違うのも一苦労だったので、このように2本車線があるということは本当に大きな進歩ですよね。輪島市に向かう国道は半年前と比べ土砂や瓦礫の多くは撤去され、亀裂を埋めた跡などがありました。あれ、この先は、ああ、もう行き止まりですね。崖崩れが起きてしまってます。当時土砂で道路が寸断されていた道も、地震発生直後こちら崖が崩れてしまって、この道人も車も全く通れない状況だったんですけれども、このように車1台分通れるように片側1車線開かれています、はい、あ、そして今車が来ましたね。こちら通れるようになった道を車1台通っていきます。道路も部分的ではあるものの復旧、半年間で多くの道路が整備されていました。しかしその一方で、右側から崖崩れ、土砂が降りてきていて、センターラインがぐにゃりと曲がって道路は舗装されていますけれども、土砂はそのまま残っていて、それに合わせて道路が変えられていますね。土砂の影響で大きく修正されたセンターラインや国道のすぐ横には土砂崩れの跡が残っているところも。ここですね。ここがまさに大規模な火災が発生した朝市の通りになっています。最寄りの能登里山空港から車でおよそ40分、到着したのは日本三大朝市の一つとして1200年以上の歴史を持つ輪島朝市。地震の影響で消火活動も遅れています。地震が発生した元日の夜、大規模な火災に見舞われ壊滅的な状態となりました。この先工事関係者以外立ち入り禁止、当時はまあ入れる状況ではあったんですが、ここで止められています。重機は入っているんですが、半年経った今でも焼け焦げた瓦礫残されたままです。当時の火災の大きさ物語っています。立ち入り禁止のこのようにテープ貼られていますけれども、その先見てみると完全に上の部分焼け焦げてしまった車、その足元にはですね、手向けられた花束でしょうか、こちらには今手を合わせる方もいらっしゃいますね。震災から半年が経ちますが、このように瓦礫は残ったまま
多くの人が手を合わせています。倒壊した建物の瓦礫などは手つかずのまま。あ、こちらのビルも残されたままですね。地震の影響で倒壊してしまった、横に倒れてしまった7階建てのビルなんですけれども、そのままの状態で残されています。そしてその7階建てのビルに潰されてしまった右下の家屋もそのままですね。電柱ともにパイロンが置かれ、そのままの状況となっています。半年間道路にはみ出るような状態で残されたままのビルなど、地震直後と変わらない風景があちこちに残されています。すいません、本当にどこまで燃え続けていくんとか、本当にそこにいた人たちはすっごく怖かっただろうなって思いますね。当時を思い出し目に涙を浮かべるのは、輪島に住み続けることを決めた女性です。この状況なので、いつ解体が、終わるのかってところですけど、また新しい朝市を、見れたらなと思います。朝市の再開を望んでいます。地震から半年、今の復興状況はどうなっているのでしょうか。失礼します。おはようございます。おはようございます。目覚まし8の小室と申します。輪島市長の坂口でございます。輪島市の坂口茂市長に話を聞きました。半年経って輪島市は何パーセントまで復興できているんでしょうか。しっかりと復興してきたっていうことは言いたいところですけども、1割どころか本当に数パーセントにもなってないんじゃないかなというふうに感じますね。1割も進んで、1割は達してないですね。インフラとかライフラインでも全て応急なんですよね。とりあえず通してる、電気は通してる、とりあえずは道路は段差だけ修復したっていうんですけど、本格的に直すにはやっぱり時間がかかりますし、元に戻った状況が 100% とすればですね、今はまだ全然1割もはるか届かない状況だというふうに思ってます。復興まで1割にも届かない、その原因の一つとして輪島市の地形に言及しました。能登半島の中の輪島市は先端のあたりにいますので、幹線の道路が縦一本でありますので、そこがこう被災を受けるとなかなか救援にも入ってこれないという、発災時からしばらくの間はですね、10時間以上かかったですし、そういった状況でしたので、その復旧工事とかいろんなものが進まないんですよね。3月の記者会見では3年で日常を取り戻すと話していた坂口市長ですが、復旧復興の取り組みへの難しさを実感していました。輪島市南部に位置する山間部一ノ瀬町、この場所には1月3日の日にここで叫んでた心境と何も変わるとこはないですね。行方不明の弟を半年間探し続けているという男性。この土の中におるやろということを考えると、見つかるまでは何も、僕的には何も変わるもんはないんです。元日の地震で大規模な土砂崩れが発生した輪島市一ノ瀬町。崩れとる。ああ、水が差し込んだ。おだ
行く。嘘やろ。おかん早く走れって。おかん。建物完全にひっくり返ったような形になっています。この土砂崩れにより3人が安否不明に。雪の中、警察と消防による懸命の捜索活動が行われました。その様子を見守っていたのが、弟が安否不明となった兄の柿地博明さん。はい、出てこいよって言いたくない本当にこんだけみんなにね、ご足労かけとるんで。現在現場近くの避難所で生活する柿地さん。警察などによる捜索活動は二次災害の恐れがあるとして3月に中断していましたが、安全が確認されたとして4ヶ月ぶりに先週から再開されました。この当時と比べて今というのは結構変わりました。変わってますね。まずあの土砂の量が全然違いますし、大きい土木関係 もう整理してありますし、今あの警察さんが立ってるあくまでもうドテーンともう山のように土砂が来てましたから、いるのかもしれないですけども、まあ、もうどうかも分からなかったので、まあ、とりあえずあの弟の名前を叫びましたね。進展というのは今半年間でどれぐらいありましたか？捜査のある進展というのははっきり言ってないですね。弟の秀嗣さん含め3人が見つかっていません。こっちへ来る道筋 もあの当初に比べば全然道も良くなってるし、その辺を思うと、まあ、少しずつ周りは変わってるのかなと思うんですけれども、うちの場合はね、やっぱり発見やと思うんですけれども、その発見がない限りは1月3日の日にあのここで叫んでたあの心境と何も変わるとこはないですね。でも一生懸命本当にやっていただいているので感謝はしております。本当にもう近い人は絶対見つかると確信はしております。はい、重機で土砂を掘り起こす作業も再開。柿地さんは捜索活動の様子を見守っています。能登半島地震は港にも大きな被害をもたらしました。現在およそ150隻が停泊する石川県内最大の水揚げを誇る輪島港。ここでは最大で2メートルほど海底が隆起して漁業に深刻なダメージを与えました。すぐ高台の方逃げたもんで2日後ぐらいに見に来たんだけど、もうそれからずっとこのまま水の引いた状態っていうか、ここらは一応浮かんでたんですけど、もうほんとちょっと後ろ行ったらもう全然浅いもんで船の底が当たる感じになるもんで。海底隆起により船が出せないと訴えているのは、輪島漁港で30年以上漁をしてきた底引き網漁の組合長です。停泊するおよそ150隻の漁船は震災以降漁に出られない状況が続いているといいます。漁師さんたちは今漁に出てない間何をされてるんですか？今土方関係の方に行ったり、今ゴミの仕分け、今家の解体の方の仕事行ったり、そういう仕事してますね。収入面では結構やっぱり変わりましたか？ああ全然やっぱ。およそ300人の漁師が漁業権などを理由に他の場所では漁ができずにいるといいます。輪島港では船の出入りが再開できるよう隆起したおよそ2メートル分を掘削する工事が進められています。しかし工事が終わっても荷さばき場などの損傷が激しく、元通りになる目処は全く立っていないといいます。
漁業の復活について坂口市長は、まあ、漁師さんにとってみれば漁に出れないと全く生活なりわいが再建できないという部分がありますので、そこは急いで国の方に対応していただきながらですね、そこの今復旧を急いでいるところですけども、今半年経って一番必要とされている支援という部分ではどんなところでしょうか。ぜひとも能登半島地震というのをこう風化されることなく、何でも結構だと思うんですけども、復興への支援というのをですね、ぜひ忘れないで続けていただきたいというのが私からの願いです。復興はこれからですか。これからですね、本当にこれからです。復旧も本格的な復旧はこれからですね。